本日もよろしししくお願いします、はい、お願願いいいまますすはワークアウトの常識として、うん、10回3セットというのがあるんですけれどそれは10回3セットとも全全部力を出しし切るでょうかはいこの「全力を出し切る」って定義とですねシチュエーションによってちょっと感覚が変わるんですけどもまず1種目目にヘビーウェイト例えばベンチプレスから始めて一番これでガツンと入れるっていう種目であったら。 だんだん重くしていくっていうのが一番のやり方ですかね。あのー、最初にウォーミングアップしながら、まあ、まずは。 関節を鳴らしながら軽めの重さで筋肉の動きをしっかり捉えて筋肉と脳のコネクトをしてあげる。ギュッとその筋肉がこう動いてますよ。で、2セット目にちょっと興奮した状態でもうちょっと重さを増やしていく。だけど筋肉もしっかり捉えるけどちょっと興奮気味。だけど限界まではやらないですね。あの限界10回っていう重さよりもちょっと軽い重さ。で、3セット目は もう無我夢中でやる感じです。筋肉の意識をしっかりしているので、えー、無我夢中でやるっていう感じになります。で、これが2種目目になってくるとちょっと変わってきます。2種目目になるともう全力を出し切ってて、結局この、まあ大体、あのー、 3日に1回ぐらいしか全力が出なくて、で、しかも関節のケアを考えると1週間に1回ぐらいしか全力って出せないんですよね。ですから、もうベンチプレスで全力出したら次に、例えばダンベルプレスをやったりとか、インクライン、あの、ダンベルプレスをやったりとかしても全力は出せないので、これは中重量扱いになるわけですね。 自分の中では本気でやっててもそうすると今度パンプとヘビーの間みたいな感じになるのであの筋肉を張らせるっていうのと強い刺激の間のような感じなので同じ重さで3セットやる場合も結構あったりしますただこの同じ重さでもですね重さが同じだからといって同じ 重さの刺激が大胸筋に例えば胸の場合入っているとは限らないですね。これは、あの、どんどん精度を高めていって、ちょっとスピード感を出していってあげて加速をして、刺激、あの、重さを作り出して3セット目が一番、あの、刺激が入るっていうこともありますし、あと、初心者のうちはですね、同じ重さで3セットやってもですね、大体の人は3セット目が、 一番全力を出していることが多いです勝手にだから3セット目も同じ重量で何も考えなくても結構発達すする人は多いんですよねどういうことかっていうとまず1セット目っていうのはあの筋肉がちゃんと意識できてなくてアドレナリンも全然出てないですからアドレナリンが出てない状態なので進の状態なのであの限界を超えるような重さは扱えないので、まあ、10回やってるけど。 まあ何とか普通にやってて意識もなんか、ま、あのいろんなところに行っちゃったりとかして大胸筋だけでベンチをやってない可能性は。で2セット目はですねちょっと興奮しているので少しあの アドレナインとかのアシストがあって、もうちょっと力が出やすいので、えー、筋肉の意識もしやすくなって、あとちょっと勝手にスピードが上がるんですよね。あの、興奮している状態だと。まあ、あの、イライラすると早く動きたくなりますよね。だから人間ってこの興奮状態になると結構筋肉の動きも速くなる。 で、3セット目はもう結構覚醒してる状態なので、勝手に早く動いて、勝手に筋肉もタイトルになっているので、同じ重さ、例えば30キロ3セットだとしても、3セット目の30キロっていうのは50キロぐらいにこう加速してたりとかして、筋肉もギュッて固まったりとか、勝手に興奮して10回3セットだけど、 全然ち、実は、使っている授業は違うのと同じだったりとかっていうことが結構あります。ですから、この10回3セットっていうのはですね、全部全力かっていうと、そういうわけでもなく、全部全力でやってるつもりでも全力じゃなかったりとかですね。ただ、正確にやろうとして全力。で、正確さと、 興奮をちょっとやろうとして全力と、もう出せる限りの力を出す全力って一応全力ではあるわけなんですけども、ちょっとシフトチェンジする感じですかね。ギアチェンジしていくような感じで、あの、同じ条件ではまあ政治的にも絶対できないですから、本当に、 ガツンとも、力を出し切るこの、あれですね、無酸素の回糖系っていうやつをやってあげると。もう本当に、7秒前後しか出ないので、<laughs> まあ短距離の選手が一本しかパワーが出ないのと一緒で。やろうと思っても、同じ全力三セットで絶対できないんですよね。ですから、まああの、まあパンプに入ってくると、この話ることになってくると、全力。で三セットで同じ条件を作れますけど、まあメイン種目とか重いものを持ち上げた時は。あの、だんだん上がっていくっていう感じですね。でピラミッド法っ,って下げていくやつもあるで。 これは勝手にパンプに移行していくわけで1個のベンチプレスだけで全力に上げて下げていくっていうピラミッド,法,ミッド法っていうのもありますしあとは同じ重さでやったとしても初心者が同じ重さでやったとしても勝手にこう上がってるのと同じっていうことが結構起きてるというわけです。ですから3セット全力でやってるようでも全力じゃなくて最後が全力っていうふうに視点になってる場合が多いってことですね。 でまあ、結局どういう角度であっても全力なので一番大事なのは短時間に全力を出し切るっていうこれが1時間2時間だらだらとしたらダメなわけですね短い時間に初心者であればあるほど短い時間がいいわけですねまあいろんな角度でやるわけじゃないので初心者だったら2 3 0分で全力を出し切って上級者でも45分ぐらいで全力を出し切るっていうふうにやるっていうのが一番大事で この全力を出すことっていうのは当たり前で、短期間に全力を出すっていうことにフォーカスするといいかもしれないですね。はい。では北島先生、本日もありがとうございました。はい。はい